ビルヘルム・ビューヒナー、ビルヘルム・ビューヒナーは、ドイツの科学者、工場主、政治家。ゲオルク・ビューヒナー、ルイーゼ・ビューヒナー、ルートビヒ・ビューヒナー、アレクサンダー・ビューヒナーとは兄弟であり、その中の次男、第三子であった。ダルムシュタットに生まれたビューヒナーは、ツビンベルク、ハイデルベルクで学んだ後、ギーセンにおいて、ユストゥス・フォン・ディー・ビッヒのもとで科学を学んだ。 学業を終えたビューヒナーは1841年により、聖火の近くに小さな化学工場を建てて、絵の具の製造を行っていたが、そこで、ウルトラマリンの人工構成に成功、絵の具や漂白剤の原料として、世界中から注文が集まり大きな富を得た。ビューヒナーはこの聖火によって、パリの国際博覧会をはじめ多くの場で表彰を受けている。 ビューヒナーは1849年から1850年までヘッセン大公国の任意の大議士を務め、その後も1880年代までしばしば議員として国会に上がった。ビューヒナーは自由主義者であり、ビスマルクによる国有化や国民教育には批判的であった。1878年の社会主義者、鎮圧法制定の際にも反対の立場を取っている。 ありがとうございます。